久保さん今回「聞け和田摘みの声」「聞け和田摘みの声」これはなんかあの本で第二次世界大戦の日本の,あの兵隊さんの衣装を集めたエッセンシュみたいなその中の言葉らしいんですけども何かっていうと「期待しない望まないこれが私の理想である」と。 だから遺書の中に何かそれが書いてあったのか分かんないですけどね誰が書いたのか分かんないですけど期待しない望まないこれが私の理想であるとおそらくこれっていうのはまあ戦争でうーんまあいろんな仲間も死んでったりとかまあ個体みたいなのもあったしそこになんか希望をなんか望みというかなんかをなんかをこう見出したら逆にしんどかったんじゃないかなっていうだから期待しない望まない 望めば望むほどつ辛くなるし期待すれば期待するほど辛くなるし期待しても今日も仲間が死んだとかねうんなんかもうだからもう多分極限の状態に行った時にそういう考え方になってったんじゃないかなっていうのが深くこう考察できるかなと期待しない望まないとうん要は人っていうのは期待すれば期待するほど 望めば望むほど望まない望まない人望めば望むほど望まない現実が押し寄せてきてそこに耐えきれないっていうねこういうことがあるのでまあだからもうこれ究極系の思想っていうか究極系だなっていうすごく感じ合いますよねだから僕が久保さんがそのマージャン店を一人で片付けた時のまあ僕は一人でマージャン店を片付けて るってては人生においてないなですけどもすごくリンクするのがまあ会社が大きくなってね会社が大きくなって最初はその恵比寿マンション604号室っていうアパートのめっちゃちっちゃい一室でやってたんだけどどん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 会社が大きくなってねワンフロアですげえでかくなってねでその時にまあ夜中2時ぐらいですよまあ会社に1人で残ってカチカチやっててね会社はでかくなったと。 眺めるようにすげえでかいとフロアでもうほんと会社みたいになったとだけど結局深夜2時カチカチやってんの俺一人っていうねめちゃくちゃ寂しかったですねあれは孤独あれはねそのちっちゃいところだとまだまあちっちゃかったんであれなんですけどでかいのにポツンと一人しかいなくてずっと一人でやってるんですよあー孤独でしたねうーん だからその時によく覚えてるのが一人誰もいないし一人でやってる時にずっと、えー、孫正義さんの、えー、なんだソフトバンクアカデミアの講演をずっと BGM で流してたんですよ二者卓越、選択の極意だったかななんかそういう YouTube でまだあ、まあ、今も残ってるんですけどソフトバンクア,アカデミアの10本ぐらいの動画があるんですけど ずっとね、一人だったから、それを寂しくてね、ずっと BGM で流してたんですけど、うん、まあ、孤独ですよね。うん、う期待しない、望まないっていうのは、まあ、すごくこれは僕も分かりますよね。まあ、例えば、従業員に期待する、従業員に望む。 そうするとめちゃくちゃしんどくなるっていう <laughs> だから当時はそのね期待してた部分もあるし望んでいた部分もあるからあれだったんですけどもうそれらを捨ててね一人でやっていくって決めてからは非常に楽になりましたよねだか,期待だからまあこの今僕自身もこの思想というかそうまあ一つのマインドセットとしてはこれは あの僕は戦争を経験してないですけども戦争を経験してないけれどもこの思想は僕のマインドセットとして一つありますね、うん、非常にいい言葉だと思います期待しない望まないこれが私の理想であると、うん、これでもね、まあ、極限までなんかやったことがないとこれは深く超大事だなと確かになって思えない言葉なんじゃないかなと思いますね 多くの人はだって期待したいし多くの人は望んでるし。<laughs> うん、そうだから僕も売り上げに関しても期待しないようにしてますもん。だ、う、め、ん、だったら補うって感じですよね。期待すると天狗になるしうーだからきっと多分売れんじゃねえかなってなると手があの気が緩むだろうになるし。 期待しないからこそ、ちゃんと着実にやっていくっていう。望まないからこそ、えー、手に入れられるっていう。な、ちょっと難しいんですけどね。うん。望まないからこそ手に入れられるっていう事実があるんですよ、実は。なんでかっていうと、まあそこのギャップがないから、日々やっていく。日々やっていけば結局、結果的に到達して望んだものが手に入ると。だからさ、それは久保さんがアーシアンの話で言ってたと思うんですけどね、これは。 うん、なんかその夢だったかななんかその置いとくみたいなね、うん、これ超大事だと思いますよね期待しない望まないっていうのは、うん、はいいってらっしゃい